どうした？ダーナ。見てみろ、この石を。普通の石だろ？違う。こう日の光に当ててみると。紫色に光った。こういう鉱物でな、日の光を吸収すると色が変化する。よく見ると結構ゴロゴロしてるな。なあ、今日の宿はどこにするつもりだ？もうしばらくすると村があるみたいだから、そこにしようかと。なら後でここらを探索していいか。お宝がありそうだからな。わかった。まずは村を目指そう。そんじゃ、俺はちょっと行ってくるな。そうだ、お前も一緒に行くか？そうだな、何事も経験だな。よし、じゃあ行こうぜ。ここら辺でいいかな。レオン、鉱物とか取ったことは？いや、初めてだ。そっかそっか。じゃ、まずは適当にやってみ。ではなく、鉱物を取るのに一番大事なのは知識だ。その知識に基づき場数を踏んで、次に勘に頼る。ありそうって場所を闇雲に叩きゃいいってもんじゃない。岩にはそれぞれの性質があり、さらにその中に表情がある。へー。例えばだ、この目の前の岩。レオン、ちょっと叩いてみろよ。ああ、はい。硬いな、手がしびれる。この岩は硬い。真上から思いっきり叩いたって割れやしない。だけどな、ちょっと角度を変えてやるんだ。そりゃ、簡単に岩が。これが知識。この岩の表面を見てみろ。筋が無数に通ってるだろ。この筋に沿って角度を合わせてやるんだ。やってみろよ。わかった。ここだな。せい！おかしいな、割れない。そりゃ、そう簡単にはいかねえよ。知識の次にあるのは実践さ。そして経験。それを嫌ってほど詰め込めば、俺みたいに簡単に割れるようになる。でも知識がなきゃ力任せに叩くだけだ。それは効率的じゃない。知識がありゃ割れる確率も上がるのさ。なるほど、知識の後は実践し経験を積むか。もっともだ。そういうこと。力の加減も経験から学ぶんだ。まずはよく見て筋を観察する。次にできるだけ筋に沿った角度で振り下ろす。この岩に関してはそんなとこだな。さて、まずは岩を砕いていこう。その中に光るもんがあったら、それが鉱石だ。わかった。さっきも言った通り、日の光を吸収して色が出るから、今のうちにできるだけ多く割っておこう。よし、今度こそ。いいぞ、飲み込みが早いじゃないか。あ、紫色が。初めて割って鉱石に当たるなんて、これは幸先いいんじゃないか。よし、もっと割ってみよう。はっ、だってだって。二度は続かないか。かなり割ったな。
どうだ、そっちは。10回に1回の割合で割れるようになってきたかな。いって、まあ慣れないことやったからな。手を見せてみろよ。いや、なんでもない。大丈夫だから。なわけないだろ。いいから、ほら。さっさと直した方がいいんじゃないか。それもそうか。ありゃ、血豆が潰れてズタズタだな。普段から武器を持っているし、見習いの頃に散々やっていたから、手の皮の厚さには自信があったんだ。見せるのが恥ずかしかったわけだ。男の子だね。ちょっと待ってな。まずは洗うから染みるぞ。ほら我慢我慢。男の子だろ。次はグリアーズに伝わる軟膏だ。これは効くぞ。何度も何度もこうやって手の皮を破って続けるんだ。そうしなきゃうまくなれないからな。忍耐と確固たる意志がありゃ辛くても続けられるってことさ。好きだからか。お前だって誰かを守るために辛い戦いを続けてるだろ。戦うのは本当は嫌かもしれないけど、自分が守ることで人々が安心して暮らしてるのを見るのは好きだろ。ああ、僕の選んだ道だ。ま、そういうことだ。よし、治療おしまい。まだ掘ろうと思ったら掘れるぞ。続けるか。まだまだやれるとも。でもなんだ、優しいんだな、ダーナは。治療も手慣れていたし。手慣れてるのは怪我の多い職業だからだな。こういう治療は仲間同士でやるもんなのさ。それに優しいじゃなくて効率の問題だ。効率？そう、怪我したまま無理して作業をするより早く治療して作業に戻った方がいいだろ。無理は何事もダメだ。なんか現場って感じの言葉だな。まあな。おっしゃ、もう一頑張り行ってみますか。よし。まるで引率の先生ですね。どっちが引率だかな。案内がないよりマシというものでしょう。さ、参りましょう。
て優秀な鳥類なんだ。すっかり案内役のお株を取られたという感じだな。ますます食えねえな。ペトラちゃん、聞こえてますよ。お姉さんも食えないな。この人と仲良くなれた理由が分かった気がするわ。どういう意味ですか、それは。ルイとも、もしくは悪いところを伝染する。今すぐ口の利き方を教えてあげましょうね。遠慮しておくよ。ちゃん、テトラちゃん、あんまり遠くに行かないでくださいね。もうレオニス君も止めなくていいんですか。あ、ミーベルちゃん、ミーベルちゃん、どこですか。ごめん、遅れちゃって。ああ、遅れていただけですか。よかったです。僕が迷ったらミーメルが探してくれるけど、ミーメルが迷子は困るな。それよりこの先どこか補給できそうなところはありますか。そうですね、ここらは交易の中間地点ですから、大きな町がいくつかあると思います。それとここからは傷の山脈に近づいていきますから、魔物の進軍とぶつかる可能性も十分にあります。これまで以上に気をつけてということですね。はい、そうですね。